発祥寺電鉄線は、かつて、鳥取県米子市と、同県西白郡西白町発祥寺の間を結んでいた日の丸自動車の鉄道路線である。1924年に、発祥寺鉄道という名前で開業し、地元では開業当時の名前から、発祥寺電車と呼ばれることが多かった。その後、白洋電鉄に社名を改めている。ちなみにこの社名は、 日の丸自動車80年史では、放棄と山陽を結ぶ意図を持っていたことからとしているが、新州与名護市第三巻では、白日の日は、旧国名の一時下につける微笑で、白州の意図している。山陽地方への延長は行われなかったものの、同規模の地方鉄道にしては珍しく、鳥取県から県境を越えて、島根県の母里までの母里支線を開業させている。 しかしながら、母里支線の営業成績はかんばしくなく、不要不急路線に指定され開業からわずか14年の短命に終わった。その後山陰中央鉄道を経て、1953年に地元のバス会社である日の丸自動車へ、九州合併され、1960年代のモータリゼーションの進行に勝てず廃止となった。本線、母里支線とも、廃止直前のデータ、 1959年時点で、米子市保証時間は1日15往復、おおむね、約60分ごとの運転だった。阿賀母、里間の路線は当初廃止の方針であった。ところが、代替輸送機関がないため地元では反対運動が、沖き鎮場のため母、里村長が管理局長と面接することになった。その後、白洋電鉄は営業廃止許可申請を取り下げることになり、 鉄道機動統制会により営業休止許可となった。この鉄道線の廃止に伴い、鳥取県の鉄道事業者は、1987年10月14日に、西日本旅客鉄道若狭線が、第三セクター鉄道の若狭鉄道若狭線に転換されるまで、国鉄のみになった。また、この鉄道線の廃止に伴い、 鳥取県の電化路線も、1982年7月1日に、国鉄白尾線が電化されるまで一旦消滅した。廃止直前のデータ、与那越市駅、長砂駅、村方神社前駅、安陽寺駅、青木駅、大袋駅、手間駅、天津駅、阿賀駅、大国駅、保障寺駅、支線、阿賀駅、現駅、井野高寺駅、水道、口東駅、 不動尊駅母里駅開業時に用意された車両は愛知電気鉄道より購入した並島電動客車9.11号。さらに開業後愛知電気鉄道より電動客車12号、付随客車64号を常州鉄道より、有害貨車は3.4大見鉄道より、無害貨車と9.14を購入。1924年度末の車両は電動客車3両、 不随客車1両、有害貨車2両、無害貨車2両南部町立西白小学校で保存されていた、デファ203ヨナゴ市元町商店街パティオ広場には、保祥寺電鉄線で使われた不五重軽客車が2001年から保存展示されている。この客車は、保祥寺電鉄線廃止後、ヨナゴ市内の港山公園で保存展示されていたが後輩が激しくなったため、年に、 大正ロマン電車保存事業として修復が行われた。当初1922年製とされていたが、この際の調査で、実は1887年に英国バーミンガムで製造され、関西鉄道が1889年に輸入した日本国内原存最古の木造に畜産等、客車であることが判明した。関西鉄道の国有化により国鉄の所属となり、 払い下げを受けた出雲鉄道を経て1941年に白洋電鉄に入線したものである。また、1922年に本車両製の電車で、元春円電機20系、池上電機鉄道を次の出波203が、南部町立西白小学校で保存された。二両とに2011年に、休日の丸自動車、保証寺鉄道車両不関連資料一括として、 鳥取県保護文化財の指定を受けている。なお、デハ203は2012年度から2013年度の間に JR 西日本後藤総合車両所で後藤工業による復元作業を実施し、南部町公民館の施設で保存されている。ありがとうございます。